三井住友銀行横浜支店は神奈川県横浜市中区本町4丁目に所在する建築物である。1931年に完成し、2016年現在でも現役の銀行店舗として使用されている。支店高度は588。本町通り沿いに1931年に三井銀行横浜支店として建設された。設計は アメリカのトローブリッジリビングストーン建築設計事務所。同事務所は東京の三井本館や同銀行の大阪市の旧川口支店、旧船橋支店、名古屋市の上前津支店なども設計しているが、建築当時のまま三井住友銀行の店舗として営業しているのは横浜支店と上前津支店のみである。本町通り周辺は浜のオール街と呼ばれ、 神奈川県立歴史博物館や、ソンポジャパン横浜馬車道ビル、ラ・バンクドロア、旧富士銀行横浜支店などの昭和初期に建てられた銀行建築があるが、現役で銀行として使用されているのはこの建物のみである。正面に4本、側面に2本のイオニ屋敷の柱が特徴で、縦に溝が掘られた円柱と、中東に渦巻き状の装飾が乗る。内部は、 コリン都市の中列が吹き抜けの天井を支える。の木には40センチメートルの日差しが張り出し、上部窓の下の壁面には、体上にギリシア雷文が彫られている。外壁は2から3年ごとにサンドブラストで研磨され、美観が保たれている。細部の造形は、アメリカより現物大の石膏模型が送られてきて、これに基づいて制作された。ありがとうございます。